Bruh, he's freaking out! He's breaking down! Yeah! What's up, everybody? My name is Leihua, and welcome to the Superfina channel. I am a Hawaii variety content creator, host of podcasts across worlds, and I stream on twitch.tv/LeihuaSuperfina. Today, we are reacting to That Time I Got Reincarnated as a Slime, and if you like anime reactions, don't forget to subscribe, ring the bell, so you can be notified on the next upload. We are reacting to That Time I Got Reincarnated as a Slime, episode 35. Birth of a Demon Lord. Last episode, Rinbiru used Megiddo and he just annihilated a bunch of people using water so the lasers can travel fast and get the souls to collect them for nourishment for the resurrection. So we're going to see the following, and it looks like Rinbiru is going to evolve into a Demon Lord in this episode. ね、神の怒りに焼き貫かれて。メギド。国死者4214、4803、5575。 That's the king of Falmouth, and that's dude in charge of the church. They are so scared. Oh my gosh, this is so satisfying. He's like, yes, yes, be scared. Regret what you did. Regret who you messed with. ファレゲ、早く、この場から逃げようぞ。国に戻り、体制を立て直さなきゃ。さようですと、何が起きているのかわからん。早く去らねば、我らも巻き添えになってしまいます。しょう。いや、処置はラーゼンでございます。およ。ラーゼン、よくぞ、よくぞ戻った。さあ、早く、早く帰ろうぞ。お主の定員の方で。残念ながら、アンチマジックエリアのせいで魔法が使えません。 Hell yeah! Rinbiru put the anti-magic barrier over there so they can't transport! Yes! Justice will be served! なんと、それでは、ご安心召され。おう、レイヒム大司教よ。この私のユニークスキル、率いる者によって、生き残っておる者を強制的に集めます。その者どもを肉の盾として、お二人を守ってご覧に入れましょう。 Dirty! That spearhead is literally creating a meat shield. Dirty! No loyalty! Using your soldiers like disposable shields? I judge. What's going on in the world? Karma! That's what's going on! その顔立ちは日本人だな。町を襲撃した異世界人か。側だけな。中身は違う。まあ敵には違いないな。そんな、ラーゼンまでも魔物の国になど手を出したのが間違いだった。Damn right, it was a mistake to mess with the monster nation. Damn right. どうする?どうすれば生き残れろ? いや、これはチャンスかもしれんぞ。ブルムンドごとき昇格と交渉して喜んでいるようなやつじゃ。
大国であるファルム様をたれ余が声をかければ平服して歓喜するに違いあるまいって。確認しました。ユニークスキル無慈悲なるものを獲得成功しました。無慈悲なるもの、なんだそりゃ。貴様が魔物の国の主だな。要はエドマリス、ファルムス王国の王である。伏して控えよ。貴様に話があるのだ。Who says you to command Rimuru to come down? なんかか。安心しろ。本物には手を出さないでおいてやるから。影武者などではありませんぞ。西方聖教会大司教である私、レイヒムの名において証明いたしましょう。じゃあ王以外は皆殺しにするけどいいな。皆殺しじゃと。待ってください。私だけでもお助けください。私ならば聖教会内部でも大きな発言力を持っております。あなた様方が決して人間の敵ではないと証言をいたしましょう。待て、話があると言ったであろうが。なんだ、聞くだけ聞いてやる。ブレナ、要は大国であるファルムス王国の王なのだぞ。貴様など本来であれば口も利けぬ存在なのだ。それを。いいか、相手を見て物を言えよ。発言は許してやるが、言葉は慎重に選べ。誤解なのじゃよ。何が。要は遊戯を結びに来ただけなのじゃ。一方的に宣戦布告しておいて、今さら何の寝言を言ってるんだ。俺の仲間に犠牲者が出た以上、お前らは敵だよ。西方聖教会が魔物を敵視しておったので、本当に遊戯を結ぶのに値するのか確かめようとしただけなんじゃよ。宣戦布告も異世界人が勝手に暴走しただけじゃ。わかった、世の国と国交を結んでやろうぞ。いい話であろう、光栄であろうが、その方もお鼻が高いであろう。Are you not honored? How rude! How dare you think that? It is no honor to build a relationship with you, Falmouth. 今回の我が軍の損害については後で。こいつ天才か。どれだけ俺を不快にさせれば気が済むんだ。どうぞ。国ユニークスキル無慈悲なるものの解析が終了しました。能力は命乞いをする者や助けを願う者の魂を掌握すること。つまりこのスキルを前に戦意を喪失した場合、その者の死を意味します。なるほど。ところで必要なだけの魂は集まったか。現在必要量の 57.235% を獲得。まだか。なら無慈悲なるものか。使いどころはそんなになさそうだが、今はその力が役に立ちそうだ。問い、ユニークスキル無慈悲なるものを使用しますか。ああ。ユニークスキル無慈悲なるものにて、この場に生存する全ての人間の魂を刈り取りました。ただし個体名エドマリスとレイヒムは対象指定外となっております。本当に無慈悲だ。 Holy cow! That was instant! Oh my gosh! な何が起こった。国進化条件、種の発芽に必要な養分、人間の魂を確認します。認識しました。規定条件が満たされました。 Conditions have been met! これよりハーベストフェスティバルが開始されます。やばい、なんかめちゃくちゃ眠い。コク、魔力感知にて生存者1名を確認。あ、なんだって。
とにかくこの眠気を何とかしないと。国ハーベストフェスティバルは途中で停止不可能です。なんてこったい。ランガー、我が主よ。最重要命令だ。俺を守って町まで連れ戻れ。はその二人を捕虜にしろ。承知。生き残っている敵の気配を感じますが、いかがいたしますか。そりゃ別の者に任せる。アンチマジックエリア解除。召喚魔法悪魔召喚を発動。供物はここに転がっている死体全部だ。餌を用意してやったぞ。出てこい悪魔、俺の役に立ち上がれ。おいお前ら、死んだふりをして隠れているやつが一人いる。そいつを生かして捕らえろ。懐かしき気配。新たな魔王の誕生、実に素晴らしい。大量の供物に初仕事、光栄の極みで少々張り切ってしまいそうです。この日を心待ちにしておりました。今後ともお仕えしてもよろしいのでしょうか。 Yeah! Yeah! We knew he was going to show upAnd he showed up on the last episode of the previous season. Yeah! Yeah! Oh! So exciting! So exciting! Oh man, Rimuru, he was able to summon three demons while he was like in that wobbly state. Oh! The story is later. First, let's show you how to prove to you. Go. It's a very easy thing. Please be careful, Master.個体名リムルテンペストの魔王への進化、ハーベストフェスティバルが開始されます。これは世界の言葉です。完了と同時に系譜の魔物へのギフトが配られます。リムル様、気を引き締めろ。我らが主の勝利だ。次は我らがその力を振るう番だぞ。リムル様、早くあるぞよ。マント面白い。熱変動体制が機能していないかもしれない。はよくそこ無事で。リムル様、魔王になったからって人が変わったように暴れ出したりしないでくださいよ。国ハーベストフェスティバルが開始されました。身体組成が再構成され新たな種族へ進化します。確認しました。種族スライムからデモンスライムへの超進化成功しました。全ての身体能力が大幅に上昇しました。マテリアルボディとスピリチュアルボディの変化が自在に可能となります。続けて旧個体にて既得の各種スキルおよび耐性を再取得成功しました。新規固有スキル無限再生、万能感知、魔王破棄、強化分身、万能子を獲得成功しました。新規耐性自然影響無効、状態異常無効、精神攻撃耐性、精魔攻撃耐性を獲得成功しました。以上で進化を完了します。国ユニークスキル大賢者より世界の言葉へ請願。大賢者の進化を申請。両ユニークスキル H あるものの申請を受理。ユニークスキルHあるものが進化へ挑戦。失敗しました。
再度実行します。失敗しました。再度実行します。失敗しました。再度実行します。失敗しました。告、ユニークスキル H ある者が移ろう者を生贄にハーベストフェスティバルのギフトを得て進化に挑戦。成功しました。ユニークスキル H ある者はアルティメットスキルラファエルに進化しました。ブラトニーの進化を聞き、無慈悲なる者を生贄に実行。成功しました。ユニークスキルブラトニーはアルティメットスキルメルゼビュートに進化しました。Hold up! Gluttony evolved to Beelzebub? Beelzebub is like another name for the devil. What? Oh my gosh! And did you guys notice that they evolved the spiritual stuff? Like they mentioned spiritual manipulation and spiritual resistance and holy resistance. I'm wondering if that's going to be played for later on. Shion! まさか一瞬で脳を貫かれるとは。あなたを拘束させていただきます。抵抗したければお好きにどうぞ。ただし殺しはしませんが、痛めつけることは止められておりませんからご注意を。ほう、無視がわしの相手をしてくれるのかの。相手これは面白い冗談ですね。何が冗談なものかよ、たかがグレーターデーモンごときが。いいですね、これは楽しめそうです。食後の運動に少し付き合って差し上げましょう。なめるでないわ。国益魔法ニュークリアカノン。Bruh, did he just blow that away?を済ませるトリガー式の術はごく低確率で誤作動が起きる。今の魔法はなかなかお見事でしたね。け、ハズレを引いたか。ならばこれはどうじゃ。精霊召喚ゴーノーム来たれ。根源たる大地の上位精霊よ。確かに悪魔は天使に強く、天使は精霊に強く、精霊は悪魔に強い。この三組の関係から選択するならば、上位精霊を呼び出したのは正解です。ですが、なんじゃ、若すぎます。蓄積が足りない。力だけのデクノボーなんて私の敵ではありませんよ。バカな、精霊じゃぞ、上位精霊じゃぞ。Bruh, he's freaking out! He's breaking down! Yeah! まさか、貴様は悪デモン。魔法はもう結構。マスターよりいただいたこの体をもっと試したいので、次は思考を変えましょう。アンチマジックエリアじゃと？なぜ魔法を封じた？悪魔にとって魔法が最大の攻撃武器のはずでは。どうぞ、物理的にお好きな攻撃をしてみてください。貴様が悪デーモンであろうと構わぬ。魔法を使わぬ悪魔などわしの敵ではない。ユニークスキル暴れ者。その金色の瞳、赤い瞳孔。
な強さ。まさか、さ、貴様、もしかして、原始者の。おや、博識ですね。あなたは相当に賢いようだ。あやつは何という、何という恐ろしい奴をこのように解き放ちよったんじゃ。And it was your fault. Your actions led to this, okay?Karma! おや、もう終わりですか。His brain could not handle it. He freaked out, broke down, and shut off! Oh, this is satisfying. He wasn't beat up too bad, but it was still satisfying. Oh, I just love seeing that terror in him. Cool, 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 cool. では、無事に初仕事を終えたことをマスター、我が君に褒めていただくとしましょう。個体名リムルテンペストのハーベストフェスティバルが完了しました。リムル様。魔王に。続いて系譜の魔物へのギフトの授与を開始します。ギフト。なんだ。これは。ギフト。リムル様とのつながりを強く感じます。我が主。So everyone who got named by Rimuru, they're all getting a gift, and it's sort of like an evolution thing. So it's going to be similar to how Rimuru is evolving because he's acquiring all these skills and whatnot. So he's going into like a sleep mode so he can process all those skills and such. These gifts are sort of like skills too. So they're experiencing that whole hibernation thing too.あとは任せて眠りにつきなさい。I'm assuming this is Great Sage, Wise One, evolved into Raphael, taking over Rimuru's body. Now, the eyes are red. Rimuru's eyes weren't always red, so I guess if Raphael is taking over the body, the eye color would change?コク、ラファエルの名において命ずる。ベルゼビュートよ、この結界内のすべてのマスを食らい尽くせ。ひとかけらの魂さえも残さずに。全部吸われた。あれは精霊。悪デーモンだと。ただいま戻りました。我が君、本来ならば儀式の終わりまで待つべきでしょうが、失礼ながら申し上げます、どうも魂の完全なる再生には魔素量が足らぬようですが。ぜ
規定に必要な魔素量を満たしておりません。生命力を消費し代用します。お待ちください我が君。代用にご自身の生命を用いずとも良き考えがございます。この者どもをお使いくださいませ。この者たちもあなた様のお役に立てるなら光栄です。それこそが我らにとっての喜びなのですから。両規定に必要な魔素量を補填可能、その案を承認します。ベルゼビュート。おお、羨ましい。失礼しました。規定の魔素量に達したことを確認しました。これより反魂の秘術を開始します。解析鑑定。究極の魂の秘術。これが生まれたての魔王だってこんなのカリオン様でも不可能なんじゃ。素晴らしいゼガヒでも配下として加えていただかねば。反魂の秘術、死者蘇生の秘術、それらを行使するには莫大な魔素量が必要となり、それを制御する魔力は想像を絶するものとなる。成功確率は 3.14%。 しかしその数値は魔王へと進化する前に算出されたものである。進化を果たした今、次回解き放たれし者。 That was a really good episode. Ooh, that music at the end. Oh, that happy music, upbeat. Oh. I think I started crying because what we really wanted was finally happening. I'm congested now.They made this episode so well, like the part when he started evolving and his whole slime body was like turning into a rainbow and it shined and it exploded. Oh, that looks so cool. And then they were calling him slime, evolved to demon slime. I'm like, he's still a slime, but he's a demon slime now. I liked how when they announced all the skills that Rimuru got, it was actually being used.Right in this episode, like they were put into use ASAP. And like the ultimate secret spirit art, I like how the other characters were like, what, he's using that? Not even this person can use it. It just really shows how powerful Rimuru is, also showing how the other demon lords aren't as powerful. And that was my reaction to that time I got reincarnated as a slime, episode 35, Birth of a Demon Lord. This episodewas amazing, fabulous, glorious, and I cried at the end. Did you cry at the end? Let me know in the comments. Like, oh my gosh, this is such a good episode. I'm so glad that they show Rimu evolving into a demon lord and the process of the resurrection. Oh, so good. So many satisfying parts, especially with like the king of Falmouth and the archbishop of the church. Oh,Man, karma got them. And that part where they show Merciless and Beelzebub, oh, so good. And that part where the demon was fighting that mage wizard guy that could transfer his souls, and he like totally blacked out of
theater. Ooh, that was so good. What did you think about this episode? What did you think about this video? Let me know in the comments below. And if you want to talk outside of YouTube, there is a Discord. Discord link is available in the description. And I also stream on twitch.tv/LehuaSuperfina. People who watch these videos do stop by the stream so we can talk about these, have that one-on-one real-time conversation. You guys are more than welcome. Outside of YouTube and Twitch, I also host podcasts across worlds where we talk about anime and manga and other things we're interested in. If you like podcasts like that, link to the podcast is available in the description. We are available on all platforms. Other than that, my name is Lehua, and this was a Superfina channel reacting to that time I got reincarnated as a slime, episode 35, Birth of a Demon Lord. Hope you guys like this video, and I will see you on the next one. Laters! Huge thanks to my Patreons and channel members for making this video possible. If you also want to be part of the Superfina party, you can click over here or become a channel member. Don't forget to subscribe so you don't miss the next video. And I do stream live on Twitch every Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Hope to see you guys there, and I will see you on the next video. Fist bump.